疲れ様でございます。ニコニコです。仮想通貨ニュースですね。今日2月29日、2月最後の1日なんですけども、今日ね、体のが100円超えてまして、103円にたどり着きましたね。いやー、やっと、ここまで来ました。やっぱりね、体のって100円を切っちゃダメですよ。うん、本当に。だからね、80円台とか70円台とかね、もっともっとポテンシャルがありますんで、体のがもうね、1ドルどころかね、10ドルぐらいに跳ね上がるような、まあ、そんな妄想を抱いております。特にカルダナをプレセールでご購入くださった方は、いわゆる ICO バブルというものの中で、カルダナだけが唯一しっかりとね、今に至るまでその地位を留めてるんじゃないかなと思います。まあ、瞬間的に上がったけども、今二足三本になっちゃってもう消えちゃったみたいなのね、あまたあると思いますし、そもそも最初からね、ICO バブルに乗っかった、最初からあやふやなものとかね、プロジェクトがものすごく脆弱だったものが多い中で、このチャールズ・ホスキンソンさんを中心とした、カルダのチームっていうのはね、やっぱものすごい、能力を発揮していただいて、まあなんせね、量子コンピューター体制ありますからね、まあその他にもいろいろと言いたいことあるんですけども、とにかく価格が上がったのは嬉しい。自分の資産が増えたとかなんとかっていうのももちろんなんですけども、だけどもね、暗号通貨といえばカルダの、まあこのぐらいのことを思ってるんですよ。暗号通貨といえばビットコイン。確かにそうなんですけども、ビットコインはね、やっぱり暗号通貨のプロトタイプであり、まあ言ってみれば、黎明期の本当、オギャーというコインではあるんですよね。まあだからこそ不動の地位を占めてると言えますけども、その次に出てきたのがイーサリアムでしょ。で、イーサリアムも強力な、こうね、トークンとして、今に至るわけなんですが、ついに50万円も超えたわけでしょ。イーサリアムはね、100万円ぐらいのポテンシャルがあるっていうふうに、ずっと申し上げていたと思いますけども、まだまだイーサリアムも行くと思います。これからが本番ですよ。で、ビットコインなんですけども、やっぱりね、XRP がSEC の承認を受けて、それにつれて、もうね、ビットコインも、証券や債券ではないよと。まあそういった形で、まあ、その透明性が認められたのかなっていうところですよね。いや、これは非常に大きいと思います。また、ビットコインっていうのは、あまたある仮想通貨、暗号通貨の中で、唯一中央集権ではないんですよね。まあ、そもそもカルダナだってカルダナ財団っていうのが今のところ、まあ、監督してるわけですから、サポートもしてくれるし、いろいろやってくれるわけですよね。うん。だから中央集権と言えなくもないんですよ。でも、ビットコインってもう規制のしようがないと。だからもうね、このままビットコインをうまく、法定通貨に取り込んでいくしかないなっていうところで、まあ、裁判とかの趣も変わってきたのかなっていうのと、通貨革命ですよね、まさに。うん。最初はね、貝殻とかね、なんか金貨とか銀貨とか使っていたんですけども、それを持って歩くのは非常に不便だということで、紙の通貨が出てきて、第二世代となった。で、紙の通貨も取引量が増えてくると、あとは金額を増やすみたいなことになったりとかね、しますし、それから偽通貨っていうこともあったりとか、まあなんせね、なくしちゃったりとか、不正に使われたりとか、足取りが追えなかったりってところがある中で、革命が起きたのが、電子通貨ですよね。うん。やっぱドルの送金とか、現在の銀行取引に使われてますけども、もう現金をね、集めたり移動したりする必要はないと。現金輸送車なんてのも私が幼い頃は、その辺街をね、走ってましたけども、ボーナスの前とか、今は現金輸送車なんていう仕事はないですよ、ほとんどね。うん、本当になんか今はね、電子送金っていうかね、こう、タイピングマネーっていうやつですよ、ストロークマネーってやつね。うん、だから万年筆で書く必要もないと。ましてやお金を集めて、はいどうぞっていうふうに、銀行が、取り付け騒ぎになることもなくってね、もう本当に信用創造の世界だなと思うばかりでございます。で、次の世代としては、こういった暗号通貨が、法定通貨の役割を終えて、私たちの手元に帰ってきたのかなと。今最後の抵抗だと思いますよ。やっぱりこう、ドルを中心としたね、法定通貨で、財を成して、利権を持っている人たちが、この暗号通貨っていうものでね、民間がやり取りしだすと、もう完全に転覆しますんでね。で、国家も溶けていくんじゃないかなと思います。うん、まあ、難しい話になりますんで、ちょっとね、体のコインの他も見ていきましょうか。はい。すごいですね。ビットコイン1000万がもう間近ですよ。これね、3月中に行くと思いますよ。イーサリアムもあっという間に50万超えていきました。はい。で、ソラナもね、もう本当にビュンビュン上がりますね。うん、この、見てください。右側全部緑。ね。XRP90 円にもう突破しました。XRP につきましては昨年仕込むことっていうふうに私申し上げてね。で、6月7月ぐらいに売却すると、まあ、儲かるよって話をしたんですけど、まさにその時も儲かりましたけども、今でも全然遅くなかったですよね。で、カルダナは103円を突破して、本当にありがたいことだと思います。で、私がマークしてる柴犬、なんと、0.001 円からもうこんなとこまで来ましたよ。ね、全員儲かったでしょ。文句ないでしょ、もうあとは。はい、それからね、こちらの方を見ていただきたいんですけども、白債通貨ってのがまた 1000% 増ですよ。白債ね。それから GX チェーン。これも私が紹介しているコインですけども、私が紹介しているコイン、軒並み上がったというよりも、今全通貨上がってますんでね、私の予想が優れたわけでも何でもないというね、まあそんなオチが見えてくるかなというところでございます。とにかく体のおめでとう万歳ビットリージョン金返せよ。それじゃあ。